中国刀、中国刀は中国の刀。主に日本刀と同じく単造性で炭素量の異なる鋼材を組み合わせて作られることが多い。様々な種類が存在するが、この刀は日本以外では比較的多い形状の刀。最も多い形状の柳刃刀は日本刀と違って、柄は短めで刀身は先端に向かって幅広になる。 基本的に片手で扱う。大陸の刀剣の中で最も多い形状。その他の刀も片手で扱う柄が短い刀の点は一致し、日本刀と比べると厚く作られるため、若干重いことが多い。そう以前の刀は自家刀だが遊牧民族の影響から今頃の形になった。太刀の清流刀と勘違いされやすい。刀の種類は、 片手で扱う短刀、両手それぞれで扱う総刀などがある。しかし、刀に分類しても良いのかと、悩んでしまうような形状のものもある。日本刀のように、両手で扱う刀は、世界的に見ても特殊なものだが、中国には、和光という日本近海の海賊が用いた野立をもとに、下刀を使う、苗刀という刀術が存在する。明の将軍、関継てるは、 和光との戦で得た影流剣術の目録を研究し、親友刀法を表した。武術としては、少林剣に伝えられている、少林刀術、太極剣に伝えられている、太極刀、南派武術に伝えられていた、胡蝶刀、八家手のひらに伝えられている、八家刀、輪郭刀、苗刀などがある。また、意見の一部の系統で、総和剣という刀術を伝えているが、 これは後に太毛拳を開いた、沢井健一が伝えた日本剣術である。基本的には炭造で作成され、切れ味と強靭性を両立させるため、炭素量が多い鋼鉄を人部に、それ以外の陶身部位に、炭素量の低い柔らかい鋼鉄をそれぞれ用いた。寸法や形状、用途によって種類が滝に細分されている。また、同じ形状の刀でも、 時代や文献等によって複数の異なる名称を持つ場合や逆に違う形状の数種類の刀に同じ名称が使われている場合がある。そのためそれぞれの刀兵器を一つに体系化して分類するのは困難である。ありがとうございます。